い、というところでここから太閤立志伝の方を続きをやっていきましょう。前回第3話でですね、先日動画の方、公開させていただいたんですけども、映像の方に、不具合があってですね、ただただ僕が一人で喋ってるだけっていう、大変お見苦しいというか見苦しくすらない動画をねちょっと皆さんにお見せする形になってしまって大変、申し訳ございませんでしたというところで、今回はですね前回先日ですね、公開した桶狭間の戦いの直前からですね、ちょっとプレイの方を皆さんと一緒に見ていければなと思ってます。で、太閤立志伝何も分からないままプレイを始めたんですけど、いろいろ皆さんからアドバイスいただいてですね、交易は必須でやった方がいいよということだったので、せっかくなので、ちょっとやり直しをしてですね、桶狭間の戦い直前まで進めてはいるんですが、お金としては少し多めに持っているような状況にすることができましたので、ここから続きをやっていきたいと思います。では、続きをやっていきます。清洲城に入り、アマゴさんが死にましたよっていうイベントを見てですね、ちょっと休養を入れましょう。で、表情まであと10日ぐらいあったと、12日ありますね。なのでちょっと10日間入れて体力を回復させて、完璧ですね、体力回復したので、ここで信長様にじゃあ兵糧売却の成果をお見せしましょう。1200巻ですね。これはですね、兵糧を売って1200巻以上ゲットしてこいっていう信長様の署名がありましたので、それを果たした報告を今からします。8850巻持ってますんで、1200巻十分にね、信長様にお納めできるというところで1200巻入力していきます。そしたら次の表情まで4日間しかないので、というところで前回ねお届けできなかった桶狭間の戦いがいよいよ始まりましたんで、ここからしっかり見ていきましょう。忍者の報告ですね、一大事ですということで、今川義元が大軍を率いて東京に向かっております。1560年6月、駿河遠江三河の大主、東海地の弓取りの身を持つ義元はついに上洛の兵を挙げたというふうに出てますね。実際最近の研究とかをねちょいちょいネットとかで、見させてもらってる感じだと、本当に義元は上洛が目的だったのかっていうのはね、明確になっていない部分ではありそうなんですが、この中では上洛っていうようなねシナリオになっているようですね。で、ここでねね様ですね。ただ上洛する力があるぐらい今川義元、今川家当時実際に力があったんだなと思うので、織田家からすると上洛が目的だろうが何だろうが、脅威であったことには、ね、違いはないんじゃないかなとは思うんですけど、どさくさに紛れてここで秀吉が求婚するつもりだったという、なんともかっこ悪いプロポーズの仕方をしてますが、この先はねご存知の方も多いと思うんですが、一応藤吉郎、秀吉とねねは結婚をしますということになるんですけど、それはもうちょっと先の話になりそうですね。戦国時代武将は特にその恋愛結婚をするっていうことはまずなかった時代だったと言われてるんですけど、この秀吉に関してはねねと恋愛結婚だったというふうに言われてますよね。さあ、皆も知っての通りこの終わりに向けて義元めが進軍中じゃということです。で、この桶狭間の戦いですね、学生の頃とかに勉強した内容だと、信長が義元を少数をもって大軍を破った奇襲戦でみたいな形で学んだ、当時僕はねそのように教えてもらったんですけど、今でも多分そうなんじゃないかなと思うんですが、どうなんでしょうね。最近の研究だとこれもその本当に奇襲戦だったのかどうかとかね、そのあたりがまたちょっといろいろ盛り上がっているようなところではあるんですが、
一説によると信長はその義元が攻めてきたら、まあ、あえて2つ3つ砦を落とさせて油断させて狭い、道に入ったところで農民とか農民に化けたスパイとかを義元のところに派遣させて貢ぎ物、まあ、お酒とかね食べ物を渡してそれを食べさせて飲ませている間に信長が突撃をしたというような説とかもね最近だとあるようです。で、新朝後期太田雄一が書いた信長のその東大記っていうんですかね、それにはその奇襲戦を決行したみたいなことはやっぱり書かれてなくて普通に突撃をしただけというようなね表記になっているようですと。さあ出陣の下知が下されましたぞというところですね。全軍止まれ、これは敦盛を舞う感じですね。熱田神宮で日頃神仏など眼中に置かぬ殿が戦勝祈願とは珍しいのと。滝川一益、丹羽長秀、まあ、この辺りは信長のね将来軍団を支える宿老クラスになる武将たちですよね。さあ天運我にあり、必ずや今川勢を打ち破り義元が支給上げてくれようぞということになってますね。まあ、実際にこの義元に最初に切りつけたのが服部小平太で、その後実際に首を上げたのが毛利信介だったかな、ちょっと間違ってたらすいませんね、そういう風になっていたかなと思います。でこれが義元ですね。元康っていうのはこれ後の徳川家康、当時の松平元康ですね。鳴海城を攻め落としたか、これは幸先が良い。殿、付近の村々から次々と祝いの品として酒や米などが献上されておりまするということで、ここでは先ほど僕が話した貢ぎ物をこうねいろいろもらって気を良くした義元がちょっとねそれを食べたり飲んだり油断してる隙にっていうような説のシナリオになっているようですね。で、戦国時代は特に一番槍、しかもその一番最初に武将に切りつけた人が一番こうなんていうのかな称えられたっていうんですかね。実際にその首を上げた武将というかその一番最初に切りつけた武将が仮に首を上げられなかったとしても、その武将、敵の武将の首を上げたら一番最初に、切りかかった人がその手柄を独占できたっていうようなね、ことも戦国時代はあったみたいで、それぐらいやっぱり一番最初に切りつけるっていうのはねとってもその重要視されていた行為だったようですね。さあここで織田勢の奇襲だということになっています。でこの後は実際ですねミニマップの方に移動して戦闘シーン、合戦のシーンですねお届けをしていくことになります。でその2万、今ねこの中では2万の軍勢と出てましたけども、2万の軍勢のうちじゃあ果たして戦闘に耐えられる、その兵士たちがどのくらいいたかっていうと実はそんなに多くなかったというふうに言われてます。まずは土木作業を担当する人たち、まあ、陣地を構築したりとかね、そういう人たちも大多数かなり数がいて、あとは兵糧とか武具とかそういった荷物を運ぶ小荷田隊みたいなね小荷田隊も相当な人数がいて、2万の軍勢がいたら実際に戦闘員、まあ、精鋭となる戦闘員というのは、まあ、その半分にも満たない数だったというふうに言われてますね。なので2万の軍勢のうち、
実際、まあ、あの吉本があの実際にどんくらい引いていったかというのは別にして、今この対抗力士伝5の中では2万の軍勢となってましたが、2万の軍勢のうち実際に戦えるのは1万未満、かついろんな砦に武将たちを派遣していたってことを考えると、本当に今画面最初に出ていた3000ぐらいの軍勢しか吉本の周りにはねいなかったんじゃないかなとも思えますよね。じゃあここで特技でどうしようかな、連射とかをやってみますか。これは連射を仕掛けられる武将がいないと。特技で連射、特技を仕掛けられないな。となればこの場所から仕掛けりゃいいな。仕掛けられない、なるほど、連携はそもそもできないんですね。だったら普通に切りつけますか、近寄ってって。さあ吉本の軍勢までじわりじわりと近寄ってってますね。幻惑の術、滝川和正は一説によると忍者の里の出だったんじゃないかとも言われてますよね。さあ吉本はこっちで蹴りをつけたいけど、勝家が打ち取った模様ですね。勝家の働き誠にあっぱれ。まあ先行第一になってますね。さすがに吉本を倒しましたからね。で2番目が陶器城になってます。まあ、ここで先行第一を上げていくっていうのが先行というかその功績を上げていく一番のね近道になりそうですよね。東海一の弓取りと言われたこのわしが、大将今川義元どもの義元どもとお見受けいたすということですね。これで打ち取られるというシーンになります。守護大名でも名門中の名門今川氏を、三国に羽を唱える戦国大名に育て、東海一の弓取りと呼ばれた義元は尾張の風雲寺信長の奇襲を受け桶狭間であえなく命を落としたということになってます。去年42歳、若いですね。僕が今30、ちょっと前に4歳になったんですけどね、この42歳で義元はすでに隠居、立場としては隠居、ただ実権はまだもちろん吉本が握っていたようなんですけど、一応今川の当主はこの当主すでに嫡男の氏真になっていたというふうに言われてますね。槍をつけたのは服部公平太、首を取ったのは毛利信介となっています。で藤吉郎も無事終わりに帰還したというところを今からご覧いただきます。さあところで出陣前の話でござるかということで、出陣前にね桶狭間の戦い今川軍を破ったら休魂したいそう思ってるんですってねねに言ってましたが、そんな話ですよね。私決めました。ねねを桃吉郎様の嫁にしてください。いやーこんなこと言われたいな。やっぱりね、僕も甘えたいですからね、女の子には。もう日頃社畜生活でね、もう心身ともに、まあ、特に心ですけどね、疲れ果ててますからね。まあ、家に帰って奥さんとね、たわいもない話をするのもいいんですけど、もう結婚して3年ぐらい経つと、あんまりね、そういう甘えたりとかっていうことも、まあまあそんなにはないですよね。たまにぐらいしかないんでね。もうしょっちゅう女の子とニャンニャンして甘えたりしたいですよね。さあ、これで桶狭間の奇襲攻撃で吉本を破った信長の一役。
時代の寵児として戦国の世にその名を知らしめたというところで、桶狭間の戦いを、じっくりとご覧いただいたというところになります。さてここで何をしようかというところなんですが、まあ、この後ね、まあ、戦勝報告をいろんなところにしていったりとかね、桶狭間の戦いの後はいろいろと今度は畿内上洛を果たしていったりとか、そういったところをね信長と一緒にお届けしていくことになるんじゃないかなと思うんですが、ちょっと今回はここで終わりにしてですね、この後タイバンコクの夜の街に、繰り出していこうかなと思いますので、その様子はですねまた明日、日曜日になるかな、どんな感じだったかっていうのも、できない話にならない範囲でお話できる範囲で実況の中に入れさせていただければなと思いますので、そちらの方もお楽しみにしていただければなというふうに思っています。というわけで、今回はここまでにしたいと思います。また明日、タイから動画の方をお届けできればと思います。